日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が未同意の調査活動を強行しているという情報が入ってきました。今回は、竹島沖での韓国巡視船の動きについて見ていきましょう。韓国が実質的に竹島を支配している状況は納得できないと感じる人も多いはず。2022年5月、韓国では、現在のユン・ソンニョル政権が誕生しました。それまでのムン・ジェイン政権は、新中国及び北朝鮮との融和的な政策でしたが、それを脱却し、安全保障面では、アメリカへの回帰が明確になっているようです。これに安心したのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本も、リン政権が誕生した直後は、今までの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声が多かったようですね。確かに、前、文政権と比べれば、現、尹政権は、反日的な動きや政策を改めているとは感じますが、排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生中なのです。韓国が不法に占拠し、実効支配している竹島、韓国名、独島周辺海域を管轄しているのは、海上保安庁第8管区海所保安本部ですが、同本部によると、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が未同意の調査活動を強行しているということでした。今回のケースを説明します。2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの約1日半の間、竹島から、およそ 69km 南方の日本の排他的経済水域内で発生した事案です。韓国の政府機関国立海洋調査院に所属する船舶ヘヤン2000が行ったと見られています。ヘヤン2000は、当該日本の排他的水域内で、ワイヤー状の器具を海中に投下、何らかの調査を行ったと推測されます。発見した海保の第8管区海所保安本部巡視船は、無線による警告を発したそうです。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から事前に了解を得ていない調査活動は黙認できないと判断。第8管区海所保安本部の巡視船は、直ちにその行動を中止するよう、何度もヘヤン2000へ警告しました。しかし、日本の巡視船からの無線による中止警告を、ヘヤン2000は無視するだけでなく、発見から約1日半もの間、当該海域でワイヤー状器具による調査を続け、やっと韓国海域へと戻ったということです。第8管区海所保安本部からの報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、未詳中間公使は韓国外務省へ抗議を行ったようですが、現時点では、韓国側からの声明等の反応は確認されていません。スルーしたということでしょうか。前述の通り、2022年に現、尹政権が誕生した際、日本の一部大手マスメディアにも日韓関係改善に期待するという論調が散見されましたが、甘かったと思わざるを得ませんね。日本のメディアは、自分たちに都合のいいことだけを取り上げる癖がありますからね、困ったものです。今回問題の中心となった韓国政府機関国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまでにも複数回同様の行為を繰り返している船舶です。つまり政権交代しても韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいでしょう。2022年8月、このヘヤン2000は竹島の北東方面海上約 100km の日本の排他的経済水域内で、今回と同じく日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー状器具を海中に投下して、何らかの調査を行っています。さらに、この3ヶ月前の5月にも、日本側に事前承認を得ていないと思われる活動を行っていますから、ヘヤン2000は、こうした事案の常習船です。もちろん、発生のたびに、日本政府は抗議しています。しかし、いつの場合も、今回と同様、韓国側からは、何の説明もなかったようです。そう考えると、韓国は、
竹島を実効支配していることをもって、周辺海域は日本の排他的水域ではないと見ていると考えるべきでしょう。韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を日本政府は崩していませんが、全く有効な交渉につなげられないのが、外交能力の貧しさを物語っているようにも思われます。こうした厳しい現実を鑑みると、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島も、万が一中国の上陸をたった一度でも許してしまったら、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性が非常に高いと危惧する声も非常に多いようです。尖閣諸島に関しては、かつて台湾の活動家らが上陸を強行した事件がありました。今後、中国の同様の行為を見逃したら、事実上中国領とされてしまうことは、明白、どんな手を使っても絶対に阻止すべきだという過激な声もあるようです。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアが太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることがなく、どうしても反米に傾くと中央の人間から批判されることが多々ありました。立場が変われば同じことだと思うのですが、想像力のない人間はいるものです。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事でした。アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物ですが、中央の人間からは目の上のたんこぶというか嫌がらせじみたこともあったようです。2024年6月の沖縄県議会議員選挙で玉城知事の勢力が過半数を獲得できませんでしたから、この結果にざまみろと叫んだ中央の人間も多かったことでしょう。韓国の話に戻ります。2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦ひろひらき土田洋が、海上自衛隊の P1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件が起きました。これについて、日本は、当時の映像や音声を公開、一貫して、ひろひらき土田洋が火器管制レーダーを照射したと主張し、再三にわたり、韓国側に、適切な説明を求めました。しかし、韓国は、主張を二転三転させた挙句、この件をうやむやに葬ったという感が拭えませんでした。しかし、最近非公式ではありますが、韓国の一部の軍人らが、前、文大統領から、当該事象の隠蔽工作を行うように指示があったと認めたという報道があったのです。非公式であっても、韓国の軍人の一部から、こういった声が上がったということは、当該事象の発生後に、ひろひらき土田洋が、レーダー照射を P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が、おおむね正しかったという証明と言えるのではないでしょうか。日本では、ひろひらき土田洋は、北朝鮮に便宜を図ろうと、脱北者が乗った船舶を捉えて送り返そうとしていたのではないかと見ていましたが、これが正当だったという声も多いようです。ちなみに、航海道王は、4世紀の高句麗に実在した王の名前です。当時の日本、倭の国との戦争に勝利した英雄であり、中高の祖と称えられています。韓流ドラマ、冬のソナタで一世を風靡したペヨンジュンが、不動王四神器で演じたのも、航海道王の役でした。その偉大な王の名前を持つ艦艇で、日本の航空機にレーダーを当てたというのは意味不可思ですね。この事案が韓国と日本の間の長年の領土・領海問題に新しい火種を投じることになり、地域の緊張を高める要因にもなっています。また、この問題は一時的な出来事ではなく、繰り返されている行動の一つであって、今後もこうした問題が再発する可能性があるのです。そう考えると、日本政府は、さらなる警戒と対策を強化する必要があると、声高に叫ぶ人も、決して少なくないようです。国際関係には、しばしば、歴史的背景や現行の政治状況が、複雑に絡み合っています。そして、これらの問題を、どのように平和的に解決できるかが、今後の地域の安定にとって、非常に重要であるということは、言うまでもありませんね。
特に、今回の事件では、韓国の海洋調査船ヘヤン2000が、事前の合意なしに、竹島近くのヒボン EEZ で調査活動を行いました。この船は、過去にも、同様の行為を繰り返しており、日本政府は毎回抗議していますが、韓国側からの具体的な反応はないのが現状です。この問題は、韓国が竹島を実効支配する根拠としているため、日本側の排他的経済水域としての権利を無視して行動しているとみられます。日本政府は、竹島を含む自国の領土を守るために、海上保安庁を通じて警戒を続けていますが、このような問題が再発する可能性は依然として高いです。国際関係においては、歴史的背景や政治状況が複雑に絡み合いながら、今後の平和的解決が地域の安定にとって重要であると改めて認識されています。今回の韓国の行動は、地域の緊張をさらに高める可能性があり、解決に向けた努力が求められています。